だってこっちが口を開く前に逃げるみたいにいなくなっちゃったから。私に紙切れを押し付けてね。そういうのは普通封筒に入っていると思う。なんだと思う？これ。デートよ。木下くんとデート。デートに誘ってきたのよ、私を。すごく変よね。すごくおかしい。だとしても、木下くんがああいうことしてくるなんて思いもしなかった。ううん、違う。木下くんが自分で考えてしたことだとは私には思えない。後押しなら他人にだってできる。というか、他人にしかできないわね。木下くんに変なこと吹き込んだの、お兄ちゃんでしやっぱりね。呆れた。けれど、木下くんをスケープコートにしたことには納得できない。お兄ちゃんの考えている目的、それに木下くんを利用しようとしている。木下くんのことも考えてあげて。お兄ちゃんの気持ち、私にはわかる。でも、私の気持ちだって。
お兄ちゃんにはわかるでしょ。木下くんが気の毒。木下くんが本気だとしたら、本当に（笑）とにかく明日行ってくるわ。電話で済ませられるようなことじゃないから。私はいいの。でも結局感情の問題だし、いいも悪いもないと思うから。確かに決心をしたのは木下くん本人だし、悪意があったわけじゃないし、あんまり気に病む必要もないと思う。いただきます。あれ？ちょっと変な感じがするね。あ、本当？どうしたのかしら。おかしな話ね。まさか。じゃあ、今のが？
お兄ちゃん、気をつけてよね。でも、気をつけて、とにかく。ねえ、ちょっと思ったんだけど、原因ってもしかして通りさんが言っていた薬なんじゃないかしら。覚えてない？登校の時そんなこと言っていたでしょ。もし本当にそんな薬が出回っているなら、新種の疫病よりはありえそうな話に思えるから。お兄ちゃん、それに興味持ってるの？やめてよ、本当に危ないことするのは。今は、でしょ？これから先も本気にならないでね。妹としてお願いします。今日はやめておくから。お兄ちゃん、やっぱり疲れているみたいだから。今朝も、帰った後も。うん、だから今日は。
じゃあね。大丈夫。